どうもね、彦勝だよ。ゲリラ豪雨にやられて、せっかくセットしてきた前髪が散々じゃねえかよ、これよ。だってよ。ということで今日は生存確認の一環として、家石田さんの性癖の一つ、初対面の人に初めてレフ板を開かせるというドッキリを見てもらうよ。これ、なかなかいいリアクションが取れなくて、お蔵入りになることが多いんだけど、久々に素敵な映像が撮れたからお見せするよ。ではご覧ください。こんにちは、ピルルです。レフ板係をするかもしれないのでレフ板を開いてみます。まずここを開けます。そしてレフ板を出します。お、そしてパーティーにはもってこいのおろざら料理パエリアです。皆さんでお食べください。そして本日、家石田さんが毎月連載している月刊テレビナビが発売しているので見てみてね。165ページにナビーロードというレポ漫画が載ってるよ。今月はピルルと一緒にズブ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 に行ってきたよ。ズブ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 好きな方もズブ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 好きじゃない方もぜひ見てみてね。そんだけつべこべ言わずに家石田のメインチャンネル、サブチャンネル、そしてゲームチャンネルの登録の方よろしくブス。